どうしたの？ああ、そうだね。このアトラクションはすごく並んでるね。もう何分並んだかな。30分くらい。そうだよね。そんくらい並んでてもおかしくないよね。あと何分くらい並ぶかな。40分くらい。ああ、そっか、それくらいか。ん？何も大丈夫。ただちょっと遠くの景色を見ててもいいかな。いいよね。ありがとう。いや、長いよね。長くない？長すぎなんだけどもさ。なしてこたらだに、都会のアトラクションだけこたらだに長くてさ。たんだで熱が、解釈者熱がもうどんだんずって感じだよね。何？うんよ。さっきと同じだよ。同じ同じ。何も変わってねえべな。何喋っちゃねえ。おめえも東京さ来て、ちょっとテンション上がっちゃうんだべ。まあまあまあ、その気持ちもわからんでもないんだけどもさ。まあ確かに、小樽田に並んでればちょっとあれだけどもさ。でもあれでね、トイレとか逆に大丈夫。トイレとか。今行っておけばいいんじゃない？だって、30分並んだけども、30分もう一回並べば大丈夫なんだからさ。だから、別に、ほら、今、トイレに行った方がいいんじゃないの？大丈夫なんだ。ああ、そっか。え？何？落ち着きがない？ああ、落ち着きがないのは、まあ、そうだね。なんて言うんだろう。ちょっと、早く乗りたいなと思ってね。そうだ。ちょっと、遠くの景色を見ながら、頭の中を空っぽにしてもいいかな。いいよね。ありがとう。あ、すいません。あ、大丈夫です。なんつんだべな。まあ、並ぶの過ぎなんだべな。まあ、日本人って、並ぶの過ぎだっけな。なしてこたらだに並ぶんだべ。あと何分だべな。ん？なした？違う？違う？これ普通だべ？今普通でしょ？だべ？だじゃな。青森サイドの時も、こんだよね。なんつんだべな。なんかこうほら、ちょっと初めて来たってのもあるし、なんかテンション上がってるっつうか、まあ、それでもあんでない。なんかこう、ほら、なんか、言葉いっぱいさ、こう混じってくればさ、だんだんこう、ほら、なんて言うんだろうね、標準語にこう、なってくるっていうか、飲まれるっていうかね、気分がなんか、飲まれてくみたいな、わかる？あー、今なんか変？あー、そうなんだ。そういう時もあるよね。なんて言うんだろうな、ちょっと、景色をもう一回だけ見てもいいかな？いいよね？いいんだよね？ありがとう。いやー、本当に長いね。あと何分かな。35分くらいか。そうか。何？あ、なんて言うんだ。ちょっとこの、今のこの景色が好きだから動かないかな。わかってる。ちょっと待ってね。あんまりせかさないで。標準語喋って調子こいてるわけじゃなくて、その、動かないっていうか動けないっていうか、なんかその、なんて言うんだろうな。ちょっと待って。なした？いや、何も。なんか、もう、どんでもいいくなったっつうか、なんか、もう一生並んででもいいかなっていう。なんつうんだろうな、なんかもう、すごく今開放的な気分なんだよね。なしたの？大丈夫って。テンション上がっちゃうの？癖なして癖んだべな。なして癖んだべな。落ち着いて。落ち着こう。いいか、落ち着いて。大丈夫。あんまし大きい声出すわ、ほら。ね。
大丈夫大丈夫。動けるから今ほら、大丈夫。動かないよとかじゃなくて動くよ。俺は動くよ。だって進まないと意味ないじゃん。ここさっき来た意味ないじゃん。いや、その早く言ってとかじゃ、言ったつもりではあったんだけど、伝わってなかっただけっつうか。なんつ、だって乗りといって言ったじゃん。乗りといからいるんだよ。だよ。だ、あの、それに大丈夫。これは。これに関しては大丈夫なんだよ。あの、汗の方が汚いって言われてるじゃん。汗の方が汚い。今の方が、今の俺の上半身の方が汚えの。今、下半身の方がちょっと綺麗なの。ステータスで言うと。だ、大丈夫。落ち着けって、そんな大きく、あの、田舎者だと思われるから大きく出すなって。うん。いや、その、なまってるから田舎者とか、そういうことじゃなくてさ、一回落ち着けって大丈夫だって。そんなにせかせかしてんの大丈夫。あの、乾く。多分。あの、乗る前に乾いてると思う。多分だけどね。多分。もう、乾いてる。だから、大丈夫。だって、しかもだよ。ちょっと、聞いて。静かに。聞こう。あのさ、大丈夫なことはもう一個ある。前から出てるから、座れるのさ。後ろから出てたらアウトだってよ。さすがにね。俺もそれは、あの、さすがにアウトだと思うもん。だから、あ、それはさすがに。どっか行くけど、でも今、前だから、セーフなのさ。だって、座るところは後ろだから。後ろにこう座れば、前はつきません。だから、何の問題もない。今、何の問題もない。うん。まあ、ちょ、癖かもしんねえ、癖かもしんねえけども、何の問題もない。今、あの、大丈夫。落ち着けって。ね。うん。なんか、今、物なくしたわけでねえでさ。ね。物なくしてなんだか金を落としたとか、ね、財布どかせやったとか、そういうことでねえべ。ちょっと濡れただけ。だから、大丈夫。何の問題もない。座れます。待てますから、私もう。余裕で待てますから。ね。うん。大丈夫。そんなにさ、あの、なんつうの、こう、わたわたしてまればさ、目癖っきゃ、こうさ、くれば。目癖。恥ずかしいって。恥ずかしいじゃん。ね。だから、落ち着こう。逆に俺の方が今、落ち着いて待っちゅうはんでさ。落ち着いてまっちゅう。うん。いろいろなことが起きれば起きるほど人って落ち着くんです。だからもう落ち着いじゅん。俺はもう落ち着いじゅん。もうこの辺の人さもうバレだ。うん、バレだ。もうわかるけども、こった広い遊園地だばさ、もう合わねえはんで、この人ね、あ、合わないですよね。ああね、あの、こっち見ないけどさ、もう誰もこっち見ないけど、もう合わねえ人さ、あの、心配かける必要ないから大丈夫。ね、うん、大丈夫だから。何だ、出すわけねえべ。後ろから出すわけねえべや、おめえ。俺たち一緒にいて出したことあるのかっつって。だからもうスタラダに心配しなくていいっつのや、もう。大丈夫だよ。